はい、えー、速化塾の久保です。令和3年1月4日になりますけどもね、今日この録音してるのは。えっ、ー、と、今ご覧いただいているように、今年はさらに YouTube に力を入れていこうと思うんですよね。タイトルにありますように、登録者1000人突破を目指すために、 YouTube のこの基礎講座をこれから始めていこうと思います。もうすでにですね、講義、カルキュラムの方ができていて、以前から少しずつ YouTube やりたい方っていうふうに呼びかけていったんですよね。で、今回の YouTube なんですけども、まあ、あの、こちらのコーナーでね、えー、まあ、無料で公開する部分もありますけども、より専門的に学びたい方は、やっぱり今年はね、教材を作っていって、それを、まあ、速可塾の内部というよりもね、外部の方にどんどん売っていこうかと思うんですよ。もちろん、塾生さんには、 あの、FX の基礎講座みたいに、ドカーンとね、値引きした額で、え、とってもね、手に。 求めやすく、お分けしようかと思います。今日はその一部をちょっとだけお見せしてね、えー、皆さんどういうふうに思われてるのかってことを、まあ、あの、コメントいただける方はね、コメントいただければいいかなと思っております。えー、皆さんのね、要望と不安に応じたカリキュラムをどんどん追加していこうと思います。じゃあちょっと見てみましょうか。えっ、ー、と、まずはね、第一部ではアクセスアップ、要するに集客をアップする方法、どうすればいいのかなってことをやっていこうと思います。 その一つには動画を見つけてもらう方法っていうのがありますよね。動画を見つけてもらう方法っていうのはメクロメップを動画を作ればいいと思もんではなくてきちんと狙って当てる方法があるんですよ。その一つが関連動画検索ですよね。 それから検索機能を使っていくサジストってやつです。それから三つ目、アルゴリズム、SEO ってやつですよね。何を言ってるのか分かんないと思われるかもしれませんけども、これは本講座の方でしっかりと説明していきますんで、よく理解しながら、あよく進めることができると思います。で、あの、速果塾に参加されている方には、もう最大のメリットとして、なんかお互いを紹介し合うみたいなことをね、今ね、そ、即果塾の YouTube 内では流行ってると思いますし、もう当然のようにやってると思うんですよ。動画のネタ が浮かばなかったら誰かを紹介する動画を作るみたいな感じでね、まあ、お互いに、えー、高め合っていくお互いにこういい気持ちになるみたいなこともありますけどもまあそれもあるんですけども、まあ、私がねこの1 4000人のチャンネルの中でどなたでも紹介するよってことを言ってるのはこれは結構大きいんですよ。えー現実 1>, 1万人以上のチャンネル登録を持っている YouTuber さんに紹介してもらうことってあんまりないと思うんで、えー、下手したら一生ないんですよ。<laughs> で、私に言わせれば私がね、10万人とか100万人の有名 YouTuber さんにそっか塾を紹介してもらえますかって言ったら広告料払わ,ない払わないと絶対無理ですよね。<laughs> まあですねでそう考えると、今ね、 1000人いってない方とかがこの動画見てると思うんですよ。チャンネル登録1000人いってない方が。ということは、私があ、その方と対談をしたりね、その方を取り上げるようなネタを、動画を作ったら、どれだけ有利に働くかってことがなんとなくわかると思うんですよ。で、実際、私があ、この方を紹介しますねって言って、チャンネル登録とか再生が増えなかった方いないと思うんですよね。 ただ、増え方が少ないよって方は、それはね、あの、元の発信する動画の改善もちょっと必要ですんで、えー、それはね、私が全部できるわけじゃないことは、よく理解していただきたいと思います。で、ちょっとね、スライドショーの方を進めますよ。えー、事実として、関連動画とホーム画面への表示で7割ぐらいの動画の再生が起きてるってことなんですよ。これも意味がわかるように、本カリキュラムでは細かくやっていきますけども、例えばね、私が YouTube の画面を開くと、すでに、 10万人とか100万人ぐらいのチャンネル登録、再生数で言うと、数万から数十万、数百万みたいな人しか表示されないんですよね。ということは、私が、あ皆さんのね、皆さんにしったらちょっと申し訳ないんですけども、チャンネル登録1000人いってないですよって人の動画を見ようとしたら、自然にホーム画面に現れてこないんですよ。私は、一人一人のお名前で検索して、 あ、A さん、新しい動画作ったかな ?B さん、新しい動画更新してるかなっていうふうに、毎日巡回してね、チェックしないと、拾えないんですよ。まあ、ですんで、私のところに、動画作りましたっていうふうにメールをいただけると、お優先的にその方の動画を取り上げることができるんですよね。だから、動画作るだけでは、さすがにね、あの、数百人とか、数千人のチャンネル登録の方が、あー私の表示は、全然受けないんですよね。だから、私が普通に YouTube やっただけでは、皆さんのことが見えないんですよ。 そういうことを考えると、私も人に紹介してもらおうかなとかね、思ったり、それから誰かの関連動画に出してもらおうかなと思ったら、それなりのノウハウを使っていくことになります。ですんで、ここに書いてますよね。どのように投稿すれば、誰かの有名 YouTuber さんの関連表示されるかとかね。どのように動画を投稿すれば、うん、多くの人のホーム画面に表示されるか。これも狙っていかないといけません。 そして、狙ったところでね、100発100中そうなるわけじゃなくて、確率がいささか上がるってことなんですよ。でもそれにかけていくしか今のところないですから、じゃあどうすればね、その確率を高めていけるのかってことを、この講座の中で紹介していこうと思います。はい、えー、ということでね。 隠居 TV、隠居 YouTuber としてもうすでに5年もこの放送してきております、え速歌塾を始めてからもう,もう8年経つんですよね、その間、私はね YouTube の更新を途切らしたことがないんですよ、当然ですけども、私にも再生数が1の時代、2の時代、3の時代がありました、チャンネル登録が3人、4人、5人という時代もありました、そっから時間はかかりましたけどもね、1万4000人を超えることができたんですけども、これ、いたずらに時間を使ったわけではないんですよ。 最初の5年とか6年っていうのはつまりはですね私の活動に対してどんな反応が起きるかってことをリサーチした時期なんですよねそのリサーチが一旦済んだからこそ後の3年っていうのは結構なペースでね数千人という感じで年間、えー、チャンネル登録者数を増やすことができたと思ってますそしてこれからもっともっと早いと思います、えー、というのがですね この3ヶ月ぐらいでやっぱり3000人ぐらいチャンネル登録の方増えてるんですよ、そして再生数を伸ばそうかと思ったら、まあこれもね、サムネイルとタイトルの工夫で再生、ね、数は数千とか数万というのは狙っていけるんですよね。 うん、そういったことも今回この講座でお話ししていこうと思いますので多少時間かかりますのでね日々の動画更新の中に盛り込むとこれはねちょっと大変になってきますし YouTube に興味がある方ばかりではないと思いますので、えー、これは速可塾の更新情報というよりも専門チャンネルを設けて、ね、教材化して出していこうと思っております、えー、興味のある方はね、えー、またあの情報を待っていただければと思いますリリースは間もなくでございます、えー、それでは本日は以上です失礼します